皆さんと一緒に遊びたいということなんですが、皆さん参加していただけますでしょうか。ありがとうございます。では題して、お絵かきしてるのだーれ、クイズ。はい、では今からドロンパがこちらのホワイトボードにお絵かきをします。お絵かきをしている人が誰なのか分かった方は、私に目いっぱいアピールをしてください。一番すごいアピールだなと思った方を当てますので、答えを教えてください。そこで当たった方には、こちらのドロンパのぬいぐるみをプレゼントとして差し上げたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ではドロンパ1問目お願いします。ヒデとか言っちゃいですけど、ひらがなの詩のような、ものをドロンパが今書いてくれています。その上に、ん、間違っちゃったもう一回やり直して。大きすぎた、ちっちゃすぎた。大きな卵を書いてくれました。その中に大きな詩というような文字を書いて、上にくるくるっと丸があります。あれは何でかな。分かった方、今、目の前にいるメガネの男性、よろしいですか。ポポビッチ監督、ドロンパどうですか。正解だそうです。おめでとうございます。ではドロンパ最後まで書いてくれますね。お願いします。はい、ポポビッチ監督のグーをつけてくれました。ドロンパありがとう。じゃあ続いて、もう一問いけるかな。ドロンパいけますね。落ちちゃった。ドロンパ落ち着いてステージに立ってみんなが見てくれてるので、ちょっと緊張しちゃったドロンパですねはい、じゃあ、ホワイトボードも、綺麗になってきましたね。じゃあ、2問目いきましょう。半円を書いて、その横にこれは髪型が、これは91分けかな。分かった方はいます。カズマックスですか、ドロンパ。残念。はい、じゃあそこの、ダウンを着てる青、そこの小さい、青い FC 東京のジャージを着てるダウンの、はい、じゃあ答えを教えてください。シーと言ってくれてますか。シーシーシー先生、シーっておっしゃってますが、こちらそうです。はい、では、男の子に、じゃあ教えてください。丸山選手。丸山選手ですか。ちょっと難しいようですね。はい、じゃあステージ前の、ユニフォームを着ている、君にお願いします。はい、じゃあ 誰ですか。移籍した福原選手。違いそうです。
ということですね。 OK です。じゃあお願いします。大きな四角、ちょっと四角がった丸を描きました。この上にこれは、はい、じゃあこっちの、青枠の権田選手、権田選手ですか。当たりです。おめでとうございます。じゃあドローパに最後まで書いてもらいましょう。守護神らしく大きな手を描いてくれました。ドロンパありがとう。権田選手でした。じゃあもう一問はい、じゃあドロンパラスト一問いきましょう。最後の一問です。じゃあ皆さんドロンパの絵を当ててくださいね。お願いしますね。はい、ではドロンパお願いします。あ、今度もちょっと四角っぽい大きな丸を描いてくれました。上に海の森のようなマットをくださいね。はい、じゃあこちらの女性にルーカス選手ですか。あ、違うそうです。あ、こちらの元気のいい、熊野さんですね。はい、じゃあ今ダウンしているこちらの男の子を聞いてみます。はい、じゃあ誰でしょう。ネマニャブチデビッチ選手ですか。アマラオ選手ですか。はい、大正解です。じゃあドローブ最後まで入っていただけますか。キングらしく上に王冠を入ってくれました。アマラオさんです。キングオブ東京アマラオさんです。何アマラオさんがそちらの方に遊びに来てくれました。